ワンダーランド・オブ・ライツのために、伝職で飾られた、コートハウス・マーシャルは、アメリカが州国テキサス州の北東地域に位置する、主要な都市である。テキサス州東部の主要な文化的な並びに教育的な、中心地であり、マルチ州アークラ、テックス地域である。2000年現在の国勢調査で、マーシャル市の人口は23,935人であった。マーシャル市は、 ハリソン軍の軍長所在地である。マーシャルは、北緯32度32分34秒整形94度21分49秒、北緯32.54278度整形94.36361度、32.54278-94.36361、または、ダラス市の東およそ150マイル並びに、 ルイジアーナ州シュリーブポートの東40マイルに位置している。US80 及び US59 の交差点並びに US59 及び週間高速道路20号線はマーシャル市内を通っている。アメリカ合衆国統計局によるとマーシャル市は総面積76.8平方キロメートルである。 このうち76.6平方キロメートルが陸地で0.2平方キロメートルが水域である。マーシャル市はテキサス州の州都よりアーカンソー州、ルイジアナ州、およびミシシッピー州の州都に近い場所に位置している。2000年現在の国勢調査で、この都市は人口23,935人、8,730世帯、および6,032家族が暮らしている。 人口密度は312.5平方キロメートルである。129.6平方キロメートルの平均的な密度に9923件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は白人54.66%、アフリカン・アメリカン38.59%、先住民0.39%、アジア0.55%、 太平洋諸島計0.04%、その他の人種4.83%、及び 0.、根結0.94%である。ここの人口の8.64%はヒスパニック、または、ラテン系である。アジア系住民は、多くが、アンドラプラデーシュ州、グジャラート州、または、マハラシトラ州から移住した、インド人並びに香港及び福州からの中国人で、ある。 この都市内の住民は26.1%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が13.4%、25歳以上44歳以下が24.6%、45歳以上64歳以下が20.3%、および65歳以上が15.5%にわたっている。中央値年齢は34歳である。 女性100人ごとに対して男性は87.9人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は82.2人である。この都市の世帯ごとの平均的な収入は3335ベ米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は37438ベードルである。男性は3146ベ米ドルに対して女性は21027ベ米ドルの 平均的な収入がある。この都市の一人当たりの収入は15,491米ドルである。人口の17.8%及び家族の22.8%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の32.5%及び65歳以上の15.1%は貧困線以下の生活を送っている。何の変哲もない田舎町であるが、 2000年代に入ると、テキサス州東部地区連邦地方裁判所における特許裁判の勝率の高さが知られるようになり、全米は元より世界各国から関係者が訪れるようになった。このため、ビジネスホテルやバーが増えるなど地域経済に大きな影響が生じている。イースト、テキサス・バプティスト・ユニバーシティ、ワイリー・カレッジ、テキサス・ステート・テクニカル・カレッジ・マーシャル・校。 およびパノーラカレッジマーシャル校に2000人近い学生たちが学んでいる。ありがとうございます。